はい、渡辺よしです。今回もね、COD IW をプレイしてます。このマップはもうすでにプレイ実況を上げてるんでね、プレイ実況動画ね。はい、今回はフロントラインでマップはスコーチになります。はい、今回渡辺でね、プレステージ2で AQ アンロックしたボルク&ファントムで頑張ってみたいと思います。フロントラインも久しぶりやる、このマップも。フロントライン、ここでもうリスポーン位置が決まってってね、これね、これはチームデスマッチと一緒なんでね、ただリスポーンが同じなんでね。自分たちのあのスタート地点、あの十字のマークのところ、向こうで必ずリスポンすることと、あとこれ表示なんだ、これで、あと前半後半に分かれてるんで、ドミネーションみたいに100点100点合計200点選手で勝利につながるんだけど、あ、ここから敵さんの陣地ちゅうこと、これ変わってるの前なかったんだけど、多分な、この辺ちょっと匂うんだけど、あと今回スパータン持ってきてるんだよね、ロケランの。これ味方のうちらのこう陣地、自分たちの陣地で必ずリスポンするんでね、だなのでね、前線上げるのがかなり有利になってくる、あの重要になってくるゲームモードなんで、これこの辺ちょっといないの？あ、こうだな。ちょっとサプレッサーつけてきてるんでね。ねえ、放置か。渡辺前オンライン。放置プレイだよあれ。今ので3キロ稼いだよ。ああいうの倒してもな、ちょっと動いてる敵倒さないと。結構いい勝負してんだよこれ。敵のドローンパッケージ、ドローンパッケージ、こういうの倒してもな、ドローンパッケージも出してる。キルは稼げるんだけど、ちょっとあの放置面をちょっとどうにかしてほしいね、これ。人数は揃ってるんだよ、あれ人数入らんよ、あれ、ああいうのは放置面は。あ、いた、よし、バリスタ EM3 が溜まったよ。このこれはスナイパーライフルになるんだね、これ、強力なスナイパーライフル。結構どこどこの試合だこれ。バリスタ EM3 オンラインっていうことでね、これね、負けているという認識はある。あ、ダメか、ちょっと一発も決めれなかったね。
とできたらウォールアイやりたくないんでね、ウォールアイやったら死ぬんで、だいたいやられちゃうんで。あ、味方これ中に多分いるよ、これあちゃう、これホーチミンなんだよこれ。あ、結構硬かったぞあれ。あと半分だ、その調子で。あ、50点、ちょっとあれだな、時間、あの100対100じゃなかったこれ。あ、時間切れになったんだな。あ、ほんとこれ100対100点で、前半100点なんでね、で後半100点っていうことなんだけどね。結構のんびりな試合だったんで。あ、ここだろ。後ろ。これはね、やられてもすぐ復活するんでね、これは。あ、ちょっとわからん。マップ的に広いしな、これ。あ、アーマー入ったよ、行ったぞー。多分よしよし。で、あれだ、硬いね。アーマーなんだな、これな。うん。このゲームモードも全然やってないんでね、久しぶりに上げてるんだけど。これちょっと いそうだな。気がすんだが、あー、いた。あ、黄色くつってるわこれ。あ、いたいたいた。よしよし。これあのファントムの特殊能力、あの リレーのやつでダメージを与えた敵がバリスト M3 黄色く映るっちゅうやつじゃない、これ。どこ、いたいたいた。ああ、なんかのんびりした試合だねこれ。正面できるこれ。よしよし、右で正面。あ、後ろか。やっぱサプレッサー使ってる、やっぱりね。ほとんどの敵サプレッサー使うんでね。うん、自分もサプレッサー組み合わせてるんだよ。サプレッサー使わないと絶対不利なんで、そもそもでね。ねえ、ねえ、スチールドラゴンか。よしよし。友軍のモーデルが近接航空支援を行う。
ドクロマークが出てる。あの洞窟の中にいねえか、これ。あ、中にいるな。で、はい、いたな。あ、あと30秒ぐらいしかないよな。あと30秒、20秒。そう、すごいの出してきたね。これであんまり、あんまりなんだよな、これ。強いと思うんだけど。よしよし。お、ファイナルキロじゃねえか、多分。俺だと思う、やっぱり。やりました。最近ファイナルキルよくやるな。お、トップ3。 あ、トップ2なってるわ。やりました。セーバーチームセーブ、あともレベルマックス、もうちょいだよね。QR キーはどのぐらいも入ったんだな。8個ぐらい、8か。お、すごい、結構入ってる。9か、あともうちょいだな。10。プレイヤー皆さんありがとうございました。今回の成績がね、17キル13です。比率17キル13です。プラス4の比率 1.31、 アシスト1、スコア2140でした。今回使用したのは渡辺前でね、ボルク、グリードレアに、サイトはリフレックス、アタッチメントはフォアグリップ、クイックドロー、サプレッサーで、サブウェポンはスパータン SA3 で、パークはデクスタリティ、ハードライン、ハードワイヤー、スコアストリークは UAV、 スカラブ、ドローンパッケージで、コンバットリグはファントムで、ペイロードはバリスタ EM3 に、トレイトは目標マークというカスタムでやってきました。今回ね、あのプレステージ2の、プレステージ2で AQ&6 したこのボルクを使って、スコーチのフロントラインをプレイしてみたんだけどね、これ強いね、とっても。今これ武器プレステージ2のレベル9です。結構強いんでね、これね。またこれやっていくんでね。はい、今回はね、ボルク&スパータン SA3& ファントムでスコーチのフロントレインをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。